はい。お腹空いたね。なんでお腹空いたねって言ったらしゃあなの。はい。お腹空いたね。この高さで言う。お腹空いたね。かおりんちゃん。もうすぐ来るよ。こっちではあんずちゃんが甘えてるのね。あんずちゃん、さあ甘えてるんだったらそのまんまケージでご飯を食べるっていうのはどうかな。お腹空いてるんでしょ。空いてる人はケージまで戻るとご飯食べられるよ。必ずね、ケージに戻って食べるっていう約束ができるんだったら特に閉めなくてもいいんだよ。そうだよ。そこだけやってほしいんだけどな。あんずちゃん、今回はお願いできますか。どうでしょうね。はい。複雑すぎますよ、あなた。あ、そこから見てシャーイしてんの。はい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 。はい。はい。この心理状態めちゃめちゃになってますね。どこにいんの？あ、そこにいたのか。はい。はい、どうぞ。おー、欲しいよ。でも昨日さ、朝方だっけ、昨日の夜中だかさ、お水飲んでたね、偉かったね。はい、はい、いいですね。ごゆっくり。どうぞ、飲んだきるよ。はい、大丈夫よ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、もう誰もいないよ。もう出てきた。はい、うん、アンズちゃんの水だし、カオリちゃんの水も後でね、振り返るね。ちゃんとお水飲んでくれてるね。リカオさん食べてるのね。なかなか強調だね。また置いときましょうか。ちょっと呼んでもいいですか、あなた。うん。そうだね。完全に遊びモードになったね。
おー落ちた大丈夫ポンちゃん。ポンちゃんはちょっとダサいことになりました。あら珍しい。ポンちゃんはあまり失敗しないんだけど。足大丈夫だね。大丈夫。ズリズリズリって落ちてきたからね。アンズちゃんはあっちに走ってたけど、アンズちゃんの上に落ちてないよね。うん。大丈夫だよね。ポンちゃんもアンズちゃんも大丈夫ね。よかった。ちょっとアンズちゃんはびっくりしちゃったから。そうね。ちょっとびっくりしたね。でもポンちゃんもだ。うん。ポンちゃんよかったら大丈夫で。すっごい勢いよく走っていって、あそこの太いやつに乗って、あれに飛びなるっていうの、うん、結構やるのね、夜中とかも、ね、ちょっとタイミングが悪かったんだね。まだ1回もやったことなかったね。誰かも1回失敗したよね、やらなかったかもしれない。アンズちゃん、アンズちゃんご飯食べよ。嫌なのかい。
食べさせようか。とりあえず完全漬けるっていうのこれ。はい、あんずちゃんがあまりにケージに戻ってくれないので、ポンちゃんにもご飯をあげました。あんずちゃんはあれ食べちゃダメなんだよ。ちゃんとケージの中で食べてください。はい、ヤン君もさすがに普段はさ、自分の好きな時間に食べてるのにこれだけ待たされると食べるね。はい、アンズさん、なぜこんな状況になっているか理解できますか？自分の食事をする場所でゆっくりご飯を食べるっていうことができませんか？それをすると美味しく食べられますよ。もう用意はちゃんとされてるんだからね。はい、戻ってください。大変です。このベッドの中に3人入っています。この奥にいるのがよく見えないね。パイだ。アンズちゃん。からそこにいたのね。ポンちゃん、3匹で仲良くなっちゃったの君たち。前にチャコちゃんがいる時にさ、チャコちゃんが結構さ、ジャン君とポンちゃんが寝てるところに平気でズカズカって寝たんだけど、甘え上手なんだね。アンズちゃんはさ、意外とさ、あんまり大人だからか聞かなかったんだけど、クリアになったのかな。誰か出た？あ、アンズちゃん出ちゃった。はい、あら引っかかっちゃった。はい、ご飯食べてください。よいしょ、結構まだ残ってた。やっぱりお腹空いてたんちゃん。ジャン君、ポンちゃん、ありがとうね。ポンちゃん、嫌がらなかったね。お利口さんだね。はい。はい。トイレみたいだね。はい。トイレみたいだよ。ふふふ。ふふふふ。ふふ。怖がっててもおもちゃには釣られるカオリンでした。はい、こっちも遊びたくてしょうがないアンズちゃんです。今日は夜は外に出られませんよ。このままご飯を食べてお休みください。
どうぞ。はい、シャーシャーちゃん。はい、カーリンちゃんだ。はい、カーリン。ちゃんとなんか入ってる。入ってる。あ、なんか、斜めってる。はい、どうぞ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 。はい、アンズちゃんも待ってて。今また来るよ。今日目隠しの前に食べてるね。はいはい、すぐだよ。はいはい、待ってます。はいはい、猫ちいたな、アンズちゃん。あ、リカちゃんね、ヒートピンクつけといたからね、ウェットも食べてね。はい、おや、やっぱりカリカリの方がいいですか。そうなんですか。はい、ごゆっくり。面白いですね、アンデちゃんね。シール。ポンちゃんはどうする？今日はヤメールにしてみました。前にね、いただいたやつね、よかったね。じゃポンちゃんも食べる？ポンちゃん食べるときと食べないときがありますからね。ポンちゃんも食べる？ちょっと待ってね、お兄ちゃん食べてあげるね。上品だからお皿なの？あ、水飲んではる。これジャンクのじゃないよ、ポンちゃんのね。ほら、ポンちゃん、ポンちゃん、ちょっと時間かかる。